皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ひらぎみゆです。今回はね、全然やってなかったので MWR の実況やっていきたいと思います。とても苦手なゲームになってしまいました。 MWR、 この原因は何ですかと言われると、まあただ一つでございますね。ただただストックを使いすぎだということでね、ストックがないとね、アサルトライフルが使えないダメな体になってしまったのが原因ではないでしょうか。今回頑張ってね、そんな苦手意識を克服しながら、立ち回りに気をつけながら MWR やっていきたいと思います。まあチームデスマッチね、先に75ポイントを取った者が勝利と、敵よりも早く75人倒したら勝ちと、そういう感じでね、まあ昔ながらのコットですよね。今は100ポイント100人先に倒したら勝利っていう感じになってるんですけども、チームデスマッチやっていきたいと思います。いやー AK ねー、かっこいいですよね。やっぱ AK ですよね、アサルトライフルといったらね、もう AK、 もうアサルトライフルの王みたいな、そんな感じ。お、え、何今のフラグ投げられて、え、強い AK、 強いね。あ、いや、AK 強いよ。やばい、戻る戻る、無理はしちゃいけねえな。当たった、あった。このゲームはね、ま、あピンポイントで投げられちまったな。このゲームはね、まあ、うーっと待って、お前ふざけんな、どっから投げてんだよ、まあ、プレーならぶっ飛ばしてやろ、飛べ。あ、コンピロー、あ、コンピロー、コンピロバクター、よし、ウォッツ、ビーケーフォー、いたな今の、よし、やったぜやったぜ、これが俺の強さ、よしよっしゃー、気持ちいい。やっぱ立ち回り気をつけるゲームです。うぅー、捨てろ、うぅー、死んでる、スナイパー、オーマイガー、スナイパー、ライフル、ライフル、ライフル、無理みたいですね、開けましょう。広い方はね、スナイパーが多いので怖いですよね。しっかりと隠れながらね、立ち回るゲームです。さあながらレインボーシックスシージ、待ってたぜ、うわっぶねえ。しっかりとしっかりとね、立ち回っていきたいところ。よし、一体やったぞ、からこう抜いていく、よし、うわ、またフラグだ、フラグ飛びすぎ、自分フラグで死ぬ、いいですか、いきますよ、いくいく、フラグが好きだそうだから、フラグムービーのリストにぶち込んでやるぜ、いきなりから、いきなりぶち込んで、すいません、許してください、何でもします。本当にフラグぶち込まれたわ、怖え。ここでちょっと待つのが大事だな、ここで一気に飛び込まない、そういう強さがね求められてくる。飛び込んだら誰でも勝てる、飛び込まないで敵を倒す、それぐらい正確な立ち回りを要求されてますね。大事ですよ、よし、かなりいい感じだ。うわ、またフラグだ、ふざけんな、お前死んだらフラグ落とすやつだね、分かったぞ、その意気込みはよしだが、相手が未熟ではな。うわお、またか、またか、ふざけ、あっぶねえ、うん、弾がヒューンってしたぜ。はい、お前が、うわ、 C4 か、よく使えんな C4 なんて、よし、 OK、
ちょっとね投げ物多いですね、このマップは。非常に投げ物が多い感じで、そしてスナイパーも多い感じですわ。うわ外した、ごめん。またフラグか。UAV、 さっきからフラグでしか死んでないんじゃないか俺。ついにスナイパーでやられてしまった。うまいじゃないか、よく俺を見切ったもんだ。だがしかしそこまでだ。よし、めっちゃいるめっちゃいる、やばいやばいやばないこれ、これめっちゃやばい、これめっちゃやばいやつ、後ろから湧いてるやつこれ。よし、うっしゃ勝ったぜ。まさか俺ラスキルじゃないかこれは。俺がラスキルだ。見たかこの早打ち、結構外してる。いいっすか自分。いやー難しいなモダンオフェア。俺ね20キロ級ですとか言ってますけどね、なんかねいつもねレシオ1ぶった切るんですよね。なんで、ね、相当 MWR 下手くそなんですよ。今回は調子よく行けました。なんかブラックオプスはね結構あれだったんですよね。あの俺コット始めたのはブラックオプスが、最初だったんですけれども、なんかまあその時はねストックとかストーカーなかったんですけど、まあマップがねそんなに広くなくてね結構戦いやすくて、アサルトライフルとかもねみんなストックなしでプレイしてたんですけど、それよりもねマップが広いっていうね MWR は。そして入り組んでてなおかつ結構ね分かりづらい、ここ通りたいのにな通れないなっていう場所が結構あるんで、まあね慣れだと思いますけども、最近の僕みたいね最近のコットに慣れすぎた人にとってはかなり難しいゲームだなと思いました。ということでまあ頑張ってやっていけたらなと思います。応援よろしくお願いします。ということでお疲れさんでした。また会おう。